2人についてまとめました。まず行政テーマは田辺さんがぬくもりある静岡市政、そして難波さんが温かい社会づくり、似たニュアンスになっていますよね。一方で主な職歴は田辺さんが市議、県議、難波さんは官僚副知事です。それゆえに市政の進め方にも違いが出ていまして、田辺さんは公約、つまり夢を掲げて実現に向けて邁進する、まさに政治家。難波さんは根拠やデータをもとに考え抜いて結果を出す、つまりプロセスにこだわっています。ドリーマーからリアリストへ、明日難波さんは市長の就任式を迎えます。